ね。でもあの視聴者層がだんだん男ばっかりになってきて楽しいですね。ちょっとなんか8分35秒日が差してきたね、微妙に。続いては、17番脇腹に日が脇腹に日が日差しが差し込んできます。これをね、これ別に人に売ってるやつじゃないですか。これ見せたらいちいち測るんですよ。あ、熱さを測る必要あると思うんですけど、不正義じゃないですか。分かってるじゃん。なんか毎回でも分かる。ああ。ね、そう。どうやって何を細工したらいいの？俺みたいにだから。俺みたいに細工するやつがおるかもしれない。あれ YouTube 相手ら見て、多分。あ、こいつ測っとかなあかん。でも俺対策されてたっすか。こいつなんか消しゴミで出んぞこいつ。ちゃんとアップ用のシューズ持ってきたっすけど、クロックスで来たっす。可愛い。クロックス。パパのお散歩くらいの2000円で売ってるんですよ。僕めっちゃ好きで、これ いつもこれですよね。これしかあがないです。女の子とデートでもこれしかない。
休しようか。ああ、大丈夫。急にセミナーなんか出てきて、いきなり休日って言われたから。一周回ってから。やっぱ、3000までだね。そうですね、練習不足ですね、シンプルに。もう、なんすかね、それでは、多分ができたもようです。距離伸びたら、最後のレース、男子の 5000m 競争の第5組です。13名の出場で行われます。もう一回回す。いや、一気にしましたね。もう下がりな。いや、まあまあね、そんなに調整してるわけじゃないと思うんで、お互い様というか、もう僕も8ヶ月か7ヶ月ぶりぐらいのレースで、なかなかうまいことはそう簡単にはいかないなって感じでしたけど、まあ、まだ1本ね、走らないことには僕もわからないことだらけだったんで、まあ行けるときは行けるですけど、正直そこまで期待しなかったというか、まあ痛い目見ることもあるやろうなっていう感じで臨んだんで、まあ合わないなっていう、まあそうだね、痛感したって感じ。多分戦後とかやったら勢いで、行ける、そう行けるんですけど、3000からって、5000になってやっぱちょっとやっぱりまだ筋力ちゃんとトレーニングしてちゃんと練習していかないと持たないなっていうところは、まあ最近僕もようやくね普通に練習できてきたんで、ここからかな。ということで、まあ、まあでも、また頑張りましょう。切り替えて。はい、頑張りましょう。ということで、帰りますか。